国際青年年科学万博開催を記念して、世界の若者が平和を考える集い、国際青年平和フォーラムが3月25日笹川記念館で始まりました。今日は、まあ、一応講演ということなんですけども、どっちか言うたら、まあ、格好だけじゃなくて全体的に私は気楽の方が好きなんですね。で、一人でもしも大学の先生でこういつも講義することに慣れてれば、平気で2時間でも3時間でも一人で喋りますけども、せっかくこういうテレビと違って直接お会いしてるような感じなんでね、また私もこの子供心にサッカーというスポーツにこう入ったわけなんですけども、まあ私27年間という前月このサッカー一筋にやってまいりました。引き続き会場を菊の間に移し、レセプションパーティーが行われ、静江夫人と共に出席した笹川会長は和やかな歓談のひとときを過ごされました。平和というものは言葉だけではダメです。実践、強行をせなければ。ところが今日私はさっきですね、ここに入ってきた時に、これが本当の平和である。ここにお呼びになった皆さん方が、和気あいあいである。私は、最低年、ハーフマンクの宿泊中央の宿泊でございます。